どうも、流星です。今回ですね、シャンクスが当たったということで、はい、使っていきたいなと思います。まあ、一気に100レベルするのはできないんで、今回のね、チャレバトを活かしていきたいなと思います。で、特性読んだ感じ、まあ、使わないキャラの特性あんま読まないんですけど、読んだ感じ使うんでね、まあ、いろいろと理解していこうかなと思った感じ。スキルに、と、やっぱ、お宝を抜いて、覇気状態をね、どれだけキープできるかってところをね、まあ、大事にしていけたらなって思うんで、であとあれかな、付与されてたら、破棄状態付与されてたら状態異常はまあ食らわへんし、まあ、回復しやすいしって感じかな。でブースト特性が生きひんので殴っても回復がしないと、まあそこのところだけね気をつけて、ブースト特性がないからちょっと耐久力に関しては欠けるのかなと思うんですけど、やれるところあるんじゃないかなってことでね、4000だけかな、いろいろといきたいなと思います。それではシャンクス初の超フェスね、頑張っていきましょう。レッツゴー、まあ使っていきましょうと。ワンツー3、ん？あ、じゃあね、2段か。2、2、3、4か。1、2、3、4ね。で、破棄状態をつけていって、って感じだな。あ、で、ここなってきたタゲは取られへんから、スキル全部使ってんな。ん？あ、そっか、瞬間移動系やからかってことか。これ破棄が切れそうなんやけど、ちょっと待って、ここ、1、2、3、ここジャスト入っとって、はいはい。あ、覇気同士の対決やから、なるほどね。で、ここちょっと、一旦覇気まとっとって、一旦これ握っちゃおっか。覇気ついとって剥がされへんしな。うん。で、お、ナイスいいね。これ通常で進むの早いんでしょうか、どうなんでしょう。ここ、ワン、ツー、スリー。あ、そうでもないかも。あ、いや、二段目やったら、案外ありかもしれへんな。一旦抜こうか。ダウンドパンク、ワン、ツー、スリー、カムサディで、あ、こっちも敵じゃないんかしらね。あー、もったいないことした。ここ、ワン、ツー、スリー、はいはい。ワン、ツー、スリー、はい、こう、ジャスト入ってて、ワン、ツー、スリー、はいはい、ワン、ツー、スリー。で、スキル、新潟もあるんかな、こっちのか。危ねえ、耐えた。こっちが無敵なんかな、あ、ん？全然わからへんぞ。あれ？あれ？スキル1が無敵じゃないんや。スキル2が無敵やね。なるほどね。なんか初めての超フェスはちょっと難しいね。ちょっとずつこの4試合で慣れていって、3試合目、4試合目あたりぐらいで結構ええ足が出せてきたらいいかな。なかなか難しいかもしれんけど。うん。で、スキル1はもう遠距離攻撃っていう感じで、まあ、使うぐらいなんかなと。このトリギはここら辺？あ、ちょっと早かったかも。で、これが、この時点で無敵なんか？おー、いい感じだって、ドーンと、えぐいえぐいえぐい、スキルにこんだけ溜まりやすくなるんか。ここジャスト入っとって、はいはい、返しとったもんな、3で、ドーン、いいね、いいけど、スキル1が防御力無視だから、ここ、1からの、こっちじゃないんか、あ、そっか、竹取れんからか。いてー、どうしよう、どうしよう、ちょっと待ってな。はいはい、こう、ワン、ツー、スリーで、これで逃げるってのもありなんやね。オッケー、ワン、パー、ナイス、いいよ。ワン、ツー、スリー、フォー。はいはい、で、回復がな、ちょっともったいないところあるよな。で、スキル2が溜まりそうやかな。まあまあ、無理やりちょっと一旦旗握ろっか。で、破棄状態ついてなかったら、普通に、状態以上は食らうからって感じやんな。うん。オッケー、一旦取って、破棄状態ついた。スキル2がちょっと回避しとってんな、さっきか。回避しとったから、一旦当てときたいんやけど。はいはい、で、これで、あ、無敵で返したってことね。で、ドーンやって吹き飛んどって、あ、おー、一時体力残ってんな。ここ、ジャストって、あ、まじっか。まじっか。あー、5取りは無理か。3本取りキープできとんな。うん。とりあえず勝ったけど、難しいな。2試合目、お願いします。とりあえず、破棄状態をつけたまま、なるべく動くようにはしたいよね。で、これ、旗抜かしてくれるんかな？抜かしてくれるんかな？抜かしてくれる。ありがとう！ごめんな、ルパスごめんな。俺の代わりにそのスキル食らってくれて。あ、そう、緑シャンクスか、これは。あ、ちょっと待って、怖い。で、このさ、ん？竹が取れんだけど。え？あれ？あれ？シャンクスさんはどんな感じなんでしょうか？ちょっと難しいんですかね。はい、ドーンやって、お、えぐいで、タゲット、待って。いっとけ。オーケー、ナイス。おーて、これでスキル2溜まるんか、早くね。これどんな感じなんでしょう。ドーン、いっとって、ここ、あ、待って、やって。で、このタゲがなくなっとんか、ちょっと、ワン、ツー、痛い。どれぐらいの火力出るんか、ちょっとこれで減るんかな。ちょっとやってみたい。
ここジャスタイ取って、はい、ワンツースリー、ドーンやって、オッケー、グイ。お、ちょっと待って、結構生きてきたぞ。んー、けど、これは大丈夫なんか、7割。ん、ちょっと待って、ここ、こうなったら剥がせんのかな。怖い怖い怖い、ちょっと待って。一旦覇気がないから、ちょっとダウンしとってもらう。あー、もったいない。この無敵スキルが、ちょっとな、あるよな、KO をちゃんと挟んでいかな、もったいない感がすごいよな。で、あと、3割かな ?3 割切った敵に対して、その、特性 KO を当てていいかな、ちょっともったいな感じがするな。うん。あー、スキル2の残し具合っていうか、溜め具合っていうか、そこが大事やな。スキル1で距離取りながら、なんとなく分かってきたぞ。じゃあ2試合目ぐらいになってきたけど、ここ当たるんかな?ここいった、当たるな。で、これは、さっき使ったから、ワン、ツー、スリー。あー、で、これ1残りやね。待って待って。OKOKOK。で、これでスキル2が短縮されたと。うん。歌うたきそうなんやけど、ダスト取って、はい、ワン、ツー、スリー。はいはい、ワン、ツー、スリー。OKOK、ワン、ツー、スリー。OK、いいよね。ナイス、ナイス。痛い痛い、俺何食らっと、ちょっと待って。怖い。一旦離れて、うたちゃんで KO をもらっとけ。はいはい。で、おる、うん、そうやってやって、ちょっとな。お、裏タゲできるやん。ワン、ツー、スリー。結構、やりやすいな。2試合目にして裏タゲできるのは結構やりやすいんじゃないか。どうなんでしょう。覇気ついとくる。ここジャストって、ちょっと待って、ここワン、ツー、スリー。覇気ついとうけど、なんで、ん、切れたってこと?でも、シャンクス裏タゲしやすいな。あ、どうなんやろ、なんか、超人生から裏タゲしやすいとかあるんかな。なんか、なら俺ほんまにフェスゲンとか工場しか使ったことないからタゲが取りやすい気がするんやけど、これは何だろう、 CO なんかだ、そうでもないんかな、それともいい感じに PS が出せてるっていうことで、ラストいっとけ、ドーン3試合目お願いします。まあなるべくね覇気状態をつけていきたいっていうことで、あー、こういう一陣とか二陣とかをシャンクスはやっぱ抜きたい感がすごいな、使っとったら。あー、いや、欲を言えばってことで、まあ基本二陣抜きやろうな。なんか今回やったら多分敵虫ダッシュがないから、ロジャーにシーハタ行ってもらって、シャンクさん二陣とかね、まずそのスタイルが多くなってくるんかな、多分今後。これ多分さ、当たるくないか、当たってんな、奥をかけて、回復のツイートルー、奥かけ、いや、これやってく、やらせてくれてもいいけど、多分ここドーン行っとって、ここワンツースリーで、ここ裏タゲ行っとって、オッケー、いいね、ナイス。結構裏しやすいね、3試合目で裏が慣れてきましたよと、いい感じですね。で、一旦これ逃げろっか、覇気ついとから、多分白ひげが振動とか入れてきて、もうこのまま握り取ったら取れるんやな、多分。オッケー、取れるね。で、覇気ついた、うわ、怖い怖い怖い、一旦ちょっと距離取って、いやー、ちょっと待って、ダウンは入るんや。んー、ドーン、いっとけ。はい、ここ、ジャスト入っとって。ドーン、いって。あー、これ1残りあるからか。あれ、3割削ってなかったか。ここ、ワン、ツー。はいはい、ワン、ツー、スリー。オーケーオーケー。あ、特性 KO ついとったから、あれ、KO 欲しかったな。じゃあ、向こう握りに行きましょう。これ、ワン、ツー、スリー、こう。通常で済んだ方が早いんかな?ちょっとこれがわからんな。あ、抜かして。ありがとう。さすが、わかってる、アルベル、ありがとうね。めっちゃシャンクさ、裏がしやすいな。で、これ、どうしよう、これちょっと。あー、待って、充電。あー、間に合わへんかった。ごめん。そんなつもりなかったね。全然間に合うかな、思ったんやけど。けど、ええ火力出るな。防御力無視やからかな多分。どうなのね。こう通常の方が早いんかな。ちょっと有識者の方いたら教えてくださいね。ちょっともうまだ3試合目ぐらいなんで、比較ができひんから、ごめんなさい。で、いい感じでもう3試合目結構慣れてきた。で、この覇気はまだ続いてるから、ここ当てとけってことで、ここワンツースリーで、取り際当てとけ、オーケー、ここ特性 KO 吸い取るからドーンっていったらワンパイの、オッケー、ナイス。いやー、ちょっと待って、まだ外れてるぞ。いや、ちょっと待って、 KO できてない。ワンツー、オッケー、ナイスナイスナイス、いいよいいよ、で KO でありがとうね、抜かしてくれて。いや、取れるんよ、これが取れるのが強い、ほんまに強い。って回復不能はつけてあげたい気はするけど、ちょっと待ってな、ここ、1、2、3、4で、ここジャスト入っとって、無敵でドーンいっとけ。無敵の継続時間短い気がするな。で、特性系をついとから、1残りがなくなると。あ、待って、ここ、1、2、3、オーケー、4。回復不能をつけてあげたい、ここ、1からの回避する。
いって、いっとけ、ナイス。お、えぐいぞ、えぐいぞ。ラスト、上抜けたらカツカツカツ。そっちは大丈夫か。あ、オッケーオッケー、抜けんな。オッケー、抜いた。下は抜けんやろ。大丈夫。オッケー、ナイス。めっちゃ慣れてきてない。ちょっと4試合目ラストお願いします。まあ結構慣れてきたね。まあシャンクス使ってみた感じやっぱ覇気状態を常にキープできてるかどうかっていうところがほんまに大事かな。通常で動くのと普通に歩くのどっちが速いかってところまあまあまあ検証してみたいなってところはあるけど、それは当たらへんとして、で、お、いいね。じゃあ俺もこれ追加で入れとこう。あ、無理。ワン、ツー、スリー。あ、待って。どうしようどうしよう。あー、回復不能つけとうからこれいっときたいけど、どーん、どこ行った。あ、倒してくれなんか倒してくれたか。一旦じゃこれもう一回抜いて覇気状態つけとくか。で、やっぱあれやな、シャンクル使うぞって思うけど、お互い覇気状態とかなってきたら、竹が取れんから、ちょっとそこの距離感が難しい気がするな。あとは、なんやろな、まあ、あくまでゲッターやから、旗抜くムーブを忘れずにって感じかな。そこかな。で、覇気状態が切れたところとか、時間感覚、17秒っていう感覚が、もうちょっとな、体に染みつければもっといいんかなって思うんやけど、これ当たるんかな。当たってるわ、距離なっけ。ジャストって、あ、待って、マジか。いや、待って、無敵合わせできんかった。おー、結構出るの。早い気がしたな。あー、なるほどね。まあ、なんか、難しいところは多いけど、でもシャンクス結構使い慣れてきた感はすごいな。強いのは分かりました。けど、その覇気状態がない時は、マジで薄っぺらいっていうか、生き残りとかさ、燃焼状態、例えばアルベルが怠慢に来ました。多分終わりますっていう感じになりそうよね。なんで、ここ、ワン、ツー、スリーって言うと、あ、そっか、無敵、あなたも無敵か。じゃあ俺のカムサリもちょっと、ここドーンやっとって、ここジャストって、はい、ドーン、回復不能つけて、でかいね、ナイスナイス。で、あ、ごめん、なんか悲しいマークついてる、ごめんな。あ、これ3段ん、ちょっと1、ワン、ツーまでやったら移動早そうな気がするけどな、消えちゃうんかな。で、あれやな、スキル2がどっちも無敵ってことをな、やっぱ10秒間っていうその感覚っていうのもやっぱ自分の中でほんま体の中に染みつけな、もっと上手くはなれへん気がするなって感じだな。あ、赤って思った。はい、どうだったでしょうか。まあね、初の超フェスってことでめっちゃ楽しかったです。はい、で、まあ使ってみて、まあ3試合4試合ぐらい使ってみて、その超フェス、他の超フェスをまあね、自分のモードとして使ったことがないんで比較対象がないんですけど、使いやすいっていう面では使いやすいんかなと思いますけど、覇気状態の管理とか、まあこれから先そのパラメーターシャンクス上がらないんですけど、パラメーター上がってないキャラでも覇気状態を剥がされるキャラとかが出てくると、あ、まあかなりきつくなってくるんじゃないかなと思います。はい、覇気状態のキープってところがほんま大事だね。スキル維持で距離を取りながらスキルで周りを見計らって当てていくと、できっちりスキル2の方で KO をしていけたら、まあスキルを分回しつつ、まあ3試合目とかかな、常に覇気状態も付与できてたと思うんで、うまく噛み合えばああいうところがいけるんじゃないかなと思います。乱戦の方がワンチャン得意なんかな。な感じがします。タイマンっていうより乱戦の方がね、カモさんにも距離でかい、広いですし、で、スキル2が瞬撃に裏もしやすい。ほんまにね、こっちの方がめっちゃ裏しやすかったんで、マジであれかなと思います。ということで皆さん、シャンクスね、当ててみてください。マジで強いです。はい、以上、流星でした。チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは、またねー。やっほー。